ダメ、ちょこっちから行こう。Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. では激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、北海道旭川市にあります中華そば富市さんにやってもらいました。これラーメン屋さんなんですけど、さまざまなラーメンが楽しめるところでやっていくんですけど、なんとですね、ここに激辛チャレンジメニューがあるということで、今回やってまいります。そのメニューがですね、辛味噌ビヨンドと言われる、味噌ラーメンの激辛メニューなんですけども、なんとですね、あの過去に世界一辛い唐辛子としてあのギネス登録としてされたあのキャロナリーパー、そしてハバネロ、あと激辛ラー油や、さまざまな、ね、香辛料をこれでもかと詰めたね、チャレンジメニューになります。一応ですね、制限時間15分以内に汁まで完飲すると、半額の500円になるということで、これ特典サービスがついています。15分ですからね、まあちょっとどれぐらいいけるかな、今日もケツに火をつけながらやっていきたいと思います。それではいきましょう、レッツゴー。じゃあ、15分チャレンジということで、じゃあいきますか。はい、じゃあお願いします。はい、いただきます。さあ、辛味噌ビヨンドお手並み拝見ですよ。ところで、さあ時間がありませんからね、じゃあまずスープからいきましょう。いただきます。はっ、ああ、パンチ効いてるね。分厚いチャーシュー、ね、あー香りがいい、カレーカレー、うーん、あー、チャーシュー美味しいな、これ。うーん、柔らかい、はい、具材はネギ、これはこれね、ししとう、これ緑のこれししとうですよね。あれ、これししとうですか。青南蛮、もやし、ネギ、チャーシュー、ハバネロとか、これ唐辛子、あと激辛ラー油とか激辛豆板醤とか、さまざま入ってるんですよ。辛い、口の中ビリビリしびれる。
これは辛い。これは辛い。残りこの大きな緑色のやつとスープのみ間に合うか。口が痛えぞ。これはやばい。口って5分前。これは辛い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 。スープきついわ、入っていかないよこれ。辛い。
けて、お母さん辛いよ。これはいやスープいけないわ、これはきつい。ダメ、いやちょっと待って、入っていかない、諦めるな、諦めたらそこでおしまいだ。辛い、これこれかな、あこれかな、あタイムアップ。これは参りました。ダメ、ちょっとねスープがね入ってでいかない。いやいや結構パンチき、あこれは辛い。メンタルをへし折られる辛さっすね。ちょっとこれは、あこれは辛い。えぐいわ。ちょ麺と具材をね食べ終えたんですけど、いやースープがいけんかったわ。ちょっとお腹がもう熱くなってきたな、これは。速攻性抜群。ちょ待て。スープはね、スープは今日も無理や。今日無理だ。無理だこれは。腹痛くなってきた。はい、ということで、そうだ。辛さレベルを発表していきましょう。中華そばトミジさんの辛味噌ビヨンド、辛さレベルジャララ、辛さレベルジャララ、じゃん辛さレベル 9.5 です。おめでとうございます。いやこれはね辛い、速攻性抜群、強烈。これはお腹にくるやつ、うん。チャーシューはねこれ香ばしくて、とろけるようにこう柔らかくて、美味しかったです。麺はねこの中華麺で、非常にこの辛いスープに染み込んで、非常にこう食べやすかったですけど、なんせこれめちゃくちゃ辛いわ。これこれは辛い、この辺が結構胃がやられる。すいません、参りました。今日はこれで勘弁してください。申し訳ございません。旭川にもねこんな辛いものがあると、出会えてよかったです。はい、これマジで、本当に激辛なんで、超激辛、言うまでも超激辛なんで本当に気をつけてください。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければまずまたチャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログも更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。